ンポン。一途な思いって美しいですよね。ああ、そうですね。私も、誰かに一途に思われたい。そう思うなら、そのアホ面やめろ。というわけで、ぜひ、あかりちゃんにはヤンデレ彼女をお願いしたいのですが。なんでや、だって一途に思われたいんだもの。だからといって、なんでそんな極端な例に走り出すんや、お前は。ワンテイク目いきます。おい、ワンテイク目いきます。わかったわかった。仕事の帰りがちょっと遅い彼氏が、ようやく帰ってきたシチュエーションでお願いします。はいはい、じゃあ、行きますよ。あいよ、ただいま。いや、今日も仕事疲れちゃったな。しよう。なんや、殺意がすごい。いや、ヤンデレってこういう感じやん。違います違うんです。いきなり殺意マックスで襲うのではなく、もっとこう、徐々にヒートアップしていく感じで、熱い思いを伝えるようにお願いします。はぁ、善処するわ。よし、では、アクション。いやー、今日も仕事疲れちゃったなぁ。お帰り、遅かったな。おぉ、いやー、今日も残業で参っちゃったよ。それで、仕事は片付いたの？いやー、明日の自分に任せて帰ってきちゃったよ。あはは、もっと真剣にやるやー。それでうちら飯食っとんのやぞ。貴様みたいなアホな安月給は気合い入れてやらんと周りに取り残されるんやぞ。もっと熱くなるよ。ちょい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 。なんや、熱すぎ。仕事の姿勢に対する思いが熱すぎるよ、あかりちゃん。はぁ、普通で、普通に病んでる感じで問題ないので。はぁ、了解や。お願いしますよ。では行きます。ただいま。あ、ダリー、風邪ひいたー。熱あるー。それはガチの病んでる人。